お疲れ様です、えー。気になる男の92話拝見しました。あもう一回ね、あのー、見させていただこうかと思います。で、今回93話なんですけども、うん新しいね、また課題を出していこうかなと、キーワードを一つ出していこうかなと思います。まあ、その前に、その前にですよ、おつらつらとまたね、えー、この気になる男シリーズに、えー、関連したことを話していきたいなと思うんですけども、えっとね、まあ、私ね、 趣味のことをね語ってあれですけども趣味が仕事になった例っていうのを一つね挙げるとするとあの中学の頃に覚えた麻雀なんですけどもね、まあ、それが私がねなんかサラリーマンをしている時は全く頭になかったんですけども大学の時にかなりやり込んだんですよねでそれでまあ自分自身麻雀を娯楽にするのが終わってこっから就職してねしっかりとした 一発の起業人ななっってていくんだなと思ってその道を目指すことを決めたわけなんですけども30過ぎてからですかねマージャン店をやることになって、まあ、オーナーになったわけなんですよ。まあ、オーナーになるっていうのもこの独特なのかもしれませんけどもやっぱりね圧倒的に強くないと従業員って入ってこないんですよ。従業員舐めらられたら来ないんですよね あのー、自分はオーナーとして君臨したわけですけどもそれには偶然ね伏線がありましてね,ね私がその久しぶりに暮らし始めた仕事を離れて暮らし始めた町が広島市の中区あの近辺だったんですけども久しぶりにサラリーマンを離れてね退職金もかなり貯まっていたのと株式の売却益がかなり何百万もあったんでなんかはじけるようにね麻雀あったんですよね。 半年間で七百万ぐらい使っちゃったんですよ。そのぐらいやり込んだんですよね。もう徹底的にやりました。そうする中で、あのやっぱりね、あ俺自分っていうのは圧倒的に麻雀のセンスがあるんだなと感じたことがまあ自他ともにあって、まあそこで、えー、まああるね麻雀店があったんですけども、そこで多くの人に久保哲郎の麻雀の、うん、まあ強さっていうのがね知れ渡ったのがあって、自分が麻雀店をやるときに。 スタッフさんとかお客さんが集まってくれたんだなっていうところはあったんですけどもまあなんかね、えー、そのまあ自分の麻雀ってものは私の人生なで切っても切れなかったわけなんですけども強うか切ったんですけども <laughs> 切ったんですけども家族を持つのと同時にでもそのねきっかけになる中学の頃の、まあ、エピソードがありましてそれはねやっぱりまあ麻雀強くなりたいわけですよ上手になりたいわけですよで えー、その時にね、まあ、知り合った先輩に聞いたことがあるんですよどうやったら麻雀って上手になるんですか強くなるんですかってそしたら丁寧に教えてくれるかと思ったらあのそういう風にね分からないことを安易に人に聞いて答えだけを引っこ抜こうっていうその安易な考え方から改めろって言われてね <laughs> 取り付くしまがなかったんですけどもでも確かになと思ったんですよあの一足飛びに答えにたどり着いたところでその答えが自分で咀嚼できるわけないなっていうようなことなんですよね むしろ自分が何か回答を求めた時に右往左往してまあ巡り巡って遠回りしたり近回りしたりとかやってみて失敗したりとかその経験そのものが自分の学びになって最終的に絞り出した到達点に答えがあるのかなっていうところなんですよね。でまたねあの他の人に聞いたところでその人の回答があるだけで世界のどこにも私の回答はないわけなんですよね。 で、この考え方ってのが、あのー、まあ、人生のね、ど真ん中を貫くことになったんですよ、その時に、うん。答えは、人に聞いたらその人の答えがあるけども、俺の答えじゃないよねっていうことなんですよね。それから、あ私は、あの、空手の道に入ったわけなんですけども、空、ま、手、あ、は基礎的なことはね、みんな共通で同じなんですけども、あのー、コンマ1秒の差で、勝敗がつくわけなんですよ。それがだから、その、お選手一人一人が、 自ら編み出した回答なんですよねで私は別に自ら編み出した回答がなかったんでいつも勝負どころで勝てなかったわけなんですよ。確かになと思いましたよね必殺技を誰かに教わってやろうと思った時点で <laughs> 必殺技なんてのは別にないわけですけどね誰かに教わってやった時点でそれを教えてる人がいるってことは自分だけのものではないからこれはあ相対的に勝利に結びつかないなと思ったんですよ。だから誰もが知らないような自分だけの技っていうのが必要なんですよね。 でその構築ってのが、あのまあ、マージャンで初めてで,できたかなってところがあるんですよね。うん、まあ、あの、マージャンタさんね知る、知ってるかどうかわかんないですけども、マージャンってのは、人を見ればできるんですよね。座った時にも勝敗がわかるみたいな感じで、もうそれだけなんですよ、本当に。ポーカーも同じだって聞いてますし、それこそ競馬の上手な人って、馬のコンディションを見たら、新聞なんて見る必要がないとかね、そんなこともいいんですけども。 ただこれね、めぐりめぐって空手の世界でも同じことがあって、あの試合になった時にあの空手技ってあるじゃないですか。空手技の着こなし方と挨拶の仕方でもうね、強さのレベルが分かるらしいんですけども、実際分かるんですよ、これは。やっぱり稽古をやり込んでる人って、もうリリース食ってね、微動だにしないし、止まるところは止まるし、まっすぐ入れるところはまっすぐ入れるし、曲げるところは曲がるんですよね。すごい性格なんですよ。もうそれはやっぱり数百回、数千回と、 同じ稽古を繰り返してるから練り上げられたもんなんだろうなと思いますよね。でサボり癖とかあの逃げ癖がついてしまってる人ってやっぱコンマ数秒のところでそれが出るらしいんですよねでそれをまとめた言葉があの何かだけ上手になろうと思って生活態度がいい加減ってそんなうまい話じゃないよと24時間全部がそれに向かってるっててることなんですよ、うん、だから物事を後回しにするような性格の人は大事なことも後回しにしちゃって間に合わなくなったりとか。 大事な時に怪我をしたり病気になる人ってのはやっぱり普段からそういう暮らしを下地を作ってるっていう風にね考えた方がいいんだろうかっていうふうにそれからね中学2年生ぐらいの時からずっと悶々と考えながらあこれが自分の答えだなと思ったんですよだから何もない時こそ何かある時のために備えておくじゃないと間に合わないですよね何かあった時にはもう手遅れになってるわけですよ、まあ、それがあ,のあらゆるところで言えるのかなとピンチになった時にはすでにキー札がいくつか用意されてるみたいな感じですよね まあそれが手持ちのカードっていうねものなんですけどね。はい、それでね、えー、で今日のーテーマなんですけども何かっていうとねあの人生にに俺はこここれれをやっっったぞてていう風に誇れるるとと何かあるかあなってことなんですよさすがにもういい年ね3040になったらそういうものが一つか二つぐらいはあると思うんですけども、まあ、これはだから客観的に認められてなくても自分がそう思ってるんだったらいいと思うんですよね。 うん、なんか俺はこれをやったぜって言ったところで誰かと比較してじゃなくてあの自分がこれだって言えるものがね、うん、やっぱり30年とか40年生きてったら、まあ、自然に残るんじゃないかなと思うんですよ。まあ、その残ったものがおそらく、うんまあ、自分の姿なのかなと思いますしまた同時にそれを捨て去ってまた新しい自分に。 ここれかかかかから向っってていいいいい、なななととけのでしょうかね。はい、そして、えーと、これで93話は終わりなんですけども、えっと、いろいろとメールをいただきましたね、YouTube 知恵袋、ね、こちらの方もいただきまして、ありがとうございます。11月から配信させていただきます。それからアカデミーの方の販売の方、なるほどね、ということで見させていただきました。 え本当にね、こうやって、あの、自分の人生の回答なんて、検索書も出てこないし、誰かに聞いたら教えてくれるもんでもないし、教えてくれたとしてもそれが正解かどうか、やっぱり自分で考えないといけないんですよね。まあ、つまりは、あの、他者に何か頼る必要は全くないってことなんですよ。すべて自分の内側に全部答えがありますんでね。だいたい人に何かを相談するとき、打ち明けたときって、自分の中で回答があって、それとイコールなことを言ってくれるんじゃないかなと思って期待するんですよね。でそうじゃないときに、なんかその揉めるみたいなことが起きるんですよ。 いやそんなことはないよ」っつっからね相談しといてそうみたいなことがやっぱり結構あったりとかするんで、うん、ああなるほどなと自分と違う考え方があるのは当然だよねもしくは自分が他者と違う考え方をしてるんだよねまあこれ当たり前といえば当たり前のことなんですけどねみんな違う人生を生きてますんでみんな違う性格であり違う人生を生きてるからピタッと一致することの方がちょっとおかしいというふうなところからまあでもねたまに同じようなことを考えてる人がいてちょっと共感っていうのはそこは嬉しいですよね 共感っていうのは本当にそういうふうに真相心理で共感してればいいんですけどもただなんとなくね気に入られたいからとか忖度したりとか空気守るために思ってもみないようなことでそうだよねっていうのはこれ共感なのかっていうと私はこれねあの騙しだと思いますよこういうインチキなことをやってるからコミュニケーションは相変わらず縮まっていかないし信頼関係はそこに成しないのかなと思っちゃうんですよまあむしろねあの裸の言葉や裸の気持ちをぶつけてそれをしっかりと傷 付き合いながらでもね、血を流しながらでも受け止め合えるような、そんな関係がどん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 ん重なって磨かれていって、到達点はそこに傷だらけの信頼関係があるんじゃないかなと思うんですよ。なんかね、綺麗な手をして、友情って育めないんじゃないかなと思っちゃいますけどね。やっぱこうお互い黒い部分とか、見せたくない部分が見えてなのかなと思いますよね。まあ、そうじゃなかったら、明かさない部分は、 永遠ににの中にまで持っていくこととじゃなないいかなと思いますよね綺麗に見えるところだけをお見せしてそれでよかったねああいい人だねでなんとなく関係を作っていくことも可能だと思いますの、ねはい、まあ売り上げしっかり作っていきましょうタカさんいってらっしゃい